皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。前回の動画ですが、千葉県木更津市にあるプロレスタさんを紹介しました。まだ前回の動画を見てない方は、本当に素敵なショップさんですので、ぜひ見てみてください。そして今回はプロレスタの店長ことタモアミ姉ちゃん、ガサガサのプロですので、一緒にガサガサの旅に行ってきました。果たして目的の魚は取れるんでしょうか。それでは行ってみたいと思います。ザ・旅って感じですね。あ、なんすかあの上、ここにいる山です。あそこ石切り場になってて、はい、あ、はい、あそこで石をどんどん、はい、面白い。これからガサガサしにどんどん千葉を南下してます。海鮮ラーメン、浜焼き、回転寿司、どれに行きますかね。選んでください。やっぱこういうとこ似合うな、石垣さん。いやいやいや、このカニ汁がですね、なんと280円ですよ。驚き。うわー、美味しそうですね。いただきます。なんか友達にあったよ、アクアライスかなんかあって。前田さん、前田さん、行きましょう。いや、どんどん下ってますよ、これすごいところだな。バイポイント、綺麗な海に、綺麗なタモアミ姉ちゃんに、綺麗な石垣さんに。言うことないっすね。うわー、すーげー。うわー、海食街削られてったんですね、これね。あー、すごい、見渡す限り海。うお、すげえ。わ、結構大きいカニいっぱいいますね。まあ、あの心臓破りの坂は結構きつかったですからね。これがサツキハゼですか。わかんないです。多分いっぱいいる。うわ、動画だとみんな見えてますかね、これ。いっぱいいますよ。何百匹います。うわ、いや、入ってます。どうですか。あ、入ってる。結構深く座って、おお、入った入った入った、すごい入った。おお、すげえ、めっちゃ入った。うわー、大量。これがタモアミ姉ちゃんの実力だー。すげえ。うわ、すごい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 。うわ、完全にもうコツ掴んでる。完璧ですね、これ。さあ、ツキハゼが100匹ぐらい取れましたね。もっとですかね。すごい。今度は何を狙ってるんですか。古墳がいる。すごい。古墳ゲットなるか。あ、いる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 。古墳いるよ。表情真剣そのもの。ね、結構でかいですね。20センチ強。ちょっと早かったです。ちょっと早かった。あー、惜しい。世界中の自負で使われるぐらいのインパクトありますよ。タモアミ姉ちゃんがドロップキック食らって落ちるので。ノーバッシュしてドロップキックして頭からいくやつですよ。ドーンっつって。明日からアクアフィールドちょっとだけ。もう業界いられないかもしれないです。ドボーン。
さっきと違いますね。アナハゼ。これ何ハゼ？何ハゼ？シュールなんですね。これただの変態ですけど大丈夫ですかこれ？感情すんなよって。もうそれただのフラグですよ、フラグ。いかがだったでしょうか。ハコフグは残念でしたが最高に楽しい旅でした。また来年もこのメンバーでガサガサ行きたいと思います。最後はインスタに上げたタマミ姉ちゃんの真似をしてみたのでぜひ見てみてください。なかなかよくできたと思いませんか。それでは高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。